週末のホークスはバファローズとの首位攻防戦。胸熱プレーがたくさん生まれました。9回最高峰のピッチャー山本由伸を攻略。さらにギータが体勢を崩されながらも10号ツーラン。そして親方が帰ってきました。お帰りなさい。いいね。バファローズの首位攻防戦激アツでしたね。振り返りましょう。どうぞ。金曜日バファローズとの首位攻防の初戦、先発は移籍後ペイペイドーム初勝利を目指す有原。その立ち上がり、苦手の森に一発を浴び先制を許します。打線はその裏、バファローズのエース山本から先頭の中村晃がしぶとく三遊間を破り出塁すると、得点圏にランナーを置いて4番柳田。ファールで粘りフルカウントからの10球目。山本から昨シーズンの9月以来11打席ぶりのヒットで同点に追いつきます。勢いづいた打線は2回、ワンアウト2塁3塁のチャンスを作ると、1打席目にヒットを放っている中村晃、ライト前へ、さらには牧原。昨シーズンから山本を得意としている男がタイムリーツーベースを放ち攻略に成功します。先発の有原は2回以降落ち着いたピッチングを披露。150キロ超えのストレートと変化球を自在に操り相手打線を翻弄。今シーズン最長の8回を投げ切り移籍後初の本拠地での勝利。大事な初戦をものにして首位を奪回しました。いいぞ。勢いに乗るホークスは一昨日の試合、初回いきなりワンアウト満塁のチャンスを作ると、打席には5番栗原。センターへの犠牲フライで先制します。さらに続く柳町がスライダーを華麗に流し打ち追加点を奪います。先発の東浜は2点を失いながらも要所を締める粘りのピッチング。7回90球で同点のままマウンドを後にします。そして9回にドラマが。ツーアウトからホークスの絶対的守護神オスナが投じた4球目。勝ち越しホームランを浴びたかに思われましたが、フェンス最上部に当たり紙一重でスタンドインならず。レフト近藤も思わずこのポーズ。セーフです。超えてませんよ。その裏ホークスにチャンスが。およそ2週間ぶりにスタメン起用の三森が内野安打で出塁すると、ワンアウト二塁から相手の隙を突き果敢に三塁を陥れます。気迫のヘッドスライディングだ。この絶好のチャンスに前日のヒーロー中村晃、レフトへのサヨナラタイムリーで首位攻防戦に連勝。今シーズン6度目のサヨナラ勝ちです。そして同一カード3連勝を狙った昨日、4回先発の坂東がツーアウト満塁のピンチを招くと、杉本紅林に連続タイムリーを浴び、この回3点を奪われます。8回まで2安打に抑えられていた打線は9回、ツーアウトから中村晃が執念のヒットで出塁すると、打席には山崎福也に相性がいい柳田。4年連続10度目の2桁となる10号ツーランを放つも反撃はここまで。惜しくも3連勝とはなりませんでした。最後は勝てませんでしたが、いいですよ、勝ち越しましたからね。順位表を見ていきます。首位に立ちました。帰ってきました。 0.5 ゲーム差ですよ。もうね、去年のことがありますから直接対決は非常に大事です。そのホークスにですね、頼れる親方が帰ってきました。デスパイネ選手の入団会見が昨日開かれました。
昨日入団会見に臨んだデスパイネ。ホークスは右の長距離砲が不在のため異例となる再契約を結びました。Bueno, pienso que el equipo está esperando lo mejor de mí, que el trabajo que siempre he hecho, producir la mayor cantidad de jonrones y de carrera para ayudar al equipo en la victoria. Pienso que estuve preparándome en Cuba y espero llevarlo aquí, que todo me salga bien para dar la mayor cantidad de jonrones que pueda en el tiempo que me queda. 昨日の試合前には選手たちと談笑し、久しぶりの再会を喜ぶ場面も。デスパイネは早くて来月4日のファイターズ戦に昇格予定で、ホームランパフォーマンスも継続するそうですよ。